今日正午過ぎの札幌、気温は 3.3 度まで下がり、湿った雪が勢いよく降りました。札幌管区気象台は初雪の観測を発表、平年より15日遅い観測となりました。今の札幌、冷たい雨が降っているんですが、時折その中に雪が混じっているようです。昼過ぎにもかかわらず北風も非常に冷たいです。道内は明日にかけて12月上旬並みの寒気が流れ込む予想で、日本海側やオホーツク海側で 雪が降り、積もるところもありそうです。路面状況の変化に注意が必要です。初雪の便りとともに悩ましいのがガソリン価格や暖房費です。今日発表された道内のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル 166.3 円で、4ヶ月連続で160円超え。灯油の配達価格も1リットル 121.8 円と高値が続き、今年3月から8ヶ月連続で120円超えが続いています。灯油の単価がですね、高いと摂取するという数字はやっぱり増えますね。防犯の専門家が警鐘を鳴らすのが、価格高騰に伴う灯油の盗難です。家庭に設置されたホームタンクから灯油を抜き取る手口は2種類あります。ホームタンクのちょうど上にですね、給油口があるんですね。そういうところからポンプで抜き取ってしまう。ホームタンクの真下にバルブがあるんですね。そのバルブを緩めることによってですね、灯油を、ね、抜き取ってしまう、ね、ほとんどやっぱ上かもしくは下。こちらが灯油の盗難防止対策グッズになります。寒さとともに増えてくる灯油の盗難を防ぐため、ホームセンターには盗難対策グッズが並んでいます。こちらはタンク上部の給油口を簡単に開けられないようにするものです。給油口にこちらのキャップを取り付けて、南京錠を取り付けます。これで施工完了になります。なるほど。つまり取れないと。そうですね。給油口キャップカバーは取り付けが簡単で、店ではサイズ別に5種類を取り揃えています。他にも給油口に差し込まれたポンプをタンク内に侵入させないものや、タンク下のバルブや屋内へつながる配管自体をカバーして盗難を防ぐものがあります。そして高値が続く中、灯油の消費を少しでも節約するためには、こちらが灯油の節約グッズになります。室内の窓のさらに内側にですね、内窓を作成することによって灯油の消費量というのを抑え、節約につながると考えています。メーカーの試験結果といたしましては3割ほどいけるかな。中空ポリカというアクリルのような素材を切り取り、内窓を作ることで灯油や電気などの暖房費を最大3割ほど節約できるといいます。灯油の価格高騰を受け、去年の5割増しで売れているそうです。灯油の消費が増える前に盗難や節約の対策を考えてみてはいかがでしょうか。